新洋駅は中華人民共和国領年賞。新洋市は平区にある中国鉄路走行士の駅。以前は、はかりごとし、厚市駅、宝天駅と呼ばれていた。新洋鉄路局管轄の特等駅である。本校では、近接する新洋地下鉄の新洋端駅についても記述する。かつての満州国の南満州鉄道の重要な中心駅であり、 現在では新大線、新基地線、新丹線、新山線、高州都目敦線、新武都市間鉄道、高大高速鉄道が乗り入れている。東駅舎は1910年10月1日に併用開始したもので、日本の建築家、辰野金吾の学生であった大田武と吉田総太郎によって設計された。そのため、 東京駅と外観が似ており、両名小分物保護単位に指定されている。2010年から拡張工事を開始し、西駅舎と西広場の新築、東駅舎と東広場の改修が行われた。西駅舎は2012年7月30日の後大高速鉄道の乗り入れと同時に併用開始された。1938年に撮影された。 北平行きの列車1938年に撮影された法天駅に発着するアジア号法天駅前の何は通り、対外1891年にロシア帝国の侵略により中国東北部が奪われ、ロシア政府はシベリア鉄道の中国東北地方への延伸を要求した。1896年、ロシア政府と李交省は、 ロ・キヨシに調印し、清政府は、地田から、東北地方を結ぶ東西鉄道の建設を許可し、1899年に、新洋まで延伸された。この当時の法天駅は、今の新洋駅の南に 1.2km 離れた、荒野に、ロシア式の青レンガの平屋駅舎が建てられ、線路は5000あった。満州国時代の法天駅1907年。 当時人口30万人の新用紙に対し、年間旅客乗降人数は50万人に達した。利用客の増加につれて、発着列車がはけなくなり、満鉄は安佐佐久線と南鉄本線が交わる場所に新駅を建設することにした。新駅完成後の宝天駅は当時満鉄五大駅の最大規模の駅となった。 1910年10月1日、駅を移動する式典が行われ、法天駅は現在の場所に移動し、今の新洋駅に至る。法天駅移動後、日本により駅周辺に新市街が形成され、法天駅を中心に東側に放射状に道路が形成された。満州国時代では、中国東北部の各地から物資を大連まで運び、 日本へ船舶で運ぶ中継位置として重要な役割を果たした。1926年から1934年にかけて4つの待合室を増やして床面積が6555平方メートルとなり、当時の中国東北部で旅客駅としても最も重要な駅となった。 第二次世界大戦中の1944年12月から1945年1月にかけてアメリカ軍により法典駅の貨物倉庫5つが破壊された。1945年法典駅は新用南駅に改名された。新用開放後中祖が共同で管理する東西鉄道を設立した。1950年5月1日に 新洋南駅は、正式に、新洋駅に改名し、特等駅に指定された。朝鮮戦争勃発後、新洋駅は、運輸物資の集散地となった。利用客の利用を改善するため、新洋駅は、満州国時代の駅舎の風格、色を継承しながら、増築を行った。2003年6月20日に、西の貨物の敷地で迫撃砲の砲弾116発。 および、機関銃の重心2本が発見された。2012年7月30日に、新洋駅西駅舎の併用を開始した。東駅舎、東広場東駅舎は、赤レンガの建物で円には、白色が塗られている。出入口は、駅舎の両翼の大時計の下にある。駅舎は3階建てで、緑色のドームが、屋上中央に、小さいドームが、 屋上左右にあり、中央のドームには21個の窓が設けられている。東駅舎には南北に切符売り場があるが、2013年に北側の切符売り場だけ改修された。高架待合室と東駅舎の間に全長10メートルの高架連絡通路があり、利用客は東駅舎から2階に上がり、西側にある橋上駅舎に行くことができる。東駅舎の風格は、 日本の東京駅と似ており、二階建ての赤レンガ造りである。辰野金吾の学生であった、大田武が設計し、その後、吉田総太郎に引き継がれ完成させた。駅舎1階は、待合室として用いられ、2階は、大和ホテルが営業している。東広場の面積は、約2万5千平方メートルあり、広場の振り分けは1万4千平方メートルが、 アスファルト舗装、5000平方メートルが花崗岩で、舗装、2000平方メートルが緑地、水辺が780平方メートルとなっている。広場北側と南側に駐車場があり、合計133台収容できる。西駅舎、西広場西駅舎、西駅の部屋の全体の外観は、栗毛色で、天井は、濃い灰色に塗られている。床面積は、 約5万平方メートル、地上3階、地下1階建ての駅舎には、商業施設、到着ロビー等がある。セキュリティチェックは2階コンコースに設けられており、チェックが済んでから乗り場に行くことができる。西広場は6万平方メートルの広さがあり、そのうち4万平方メートルは地下に、商店街や駐車場がある。広場の中央には、給水塔があり、 この給水塔は1950年12月28日に竣工したものであり、別の場所に移設することができなかったためそのままの位置で残っている。大きさは直径10.6メートル、上部蓄水部分の高さは9.5メートル、貯水部分ではない下部が30メートルあり、1200平方メートルの水を貯めることができる。給水塔の周りに11の焦点がある。 高架待合室高架待合室2002年11月1日に面積9375平方メートル全長108メートル5面のホームにまたがる高架待合室が使用開始された待合室は4つありそのうち1つは南席車の乗客用でその他は普通車の乗客用と割り振られているこの高架待合室の完成により 乗車と下車の客の流れを分離することができた。完成までは、ホーム東駅車間は乗り、下車ともに地下通路を通る必要があったが、完成後は、乗車時は、高架待合室から乗り場まで直接行けるようになった。2012年7月30日に、西駅車の面積1.6万平方メートルの高架待合室が使用開始された。この待合室は、 最大1.2万人収容できる。蒸気の高架待合室は両方とも地上ホーム用の改札口があり、一面ホームごとに改札口が設置されている。高架待合室で列車が到着するアナウンスが流れた後にのみ改札口が通れるようになる。3階部分はスーパーマーケット、本屋などが入居している。高架待合室からホーム、ホームから 地下通路へは全ホーム分エレベーター完備。乗り場乗り場は10面18線ある。18線中、1から10番線は高速線で、11から18番線は、特、海、広島海等の普通列車が止まる。切符売り場信用駅全体で有人窓口が51個、自動券売機が43個設置されている。西駅舎には16台の自動券売機、32個の、 友人窓口がある。東駅舎には27台の自動券売機、19個の友人窓口がある。中国鉄路走行士の東駅舎側の地下に位置する。地下1階に、コンコース、地下2階にホームを有する。ホームは、島式ホーム一面2線の構造で、ホームドアが設置されている。出口は、A1A2BC1C2D の6箇所ある。駅名は、 新洋丹であり、丹の文字が駅名に含まれている。1日190本の列車が発着する。1日の利用人数は約10万人である。新洋駅東側の様子、ありがとうございます。